皆さんこんにちは。僕はですね、今大阪関西国際空港に来ております。関西空港の第一ターミナルということで、今日ですね、南米のエクアドルからね帰国したんですが、実は今回日本で3日間滞在があります。で、今からですね、北海道の新千歳空港に向かうんですよね。で、今日ちょっとですね、北海道で人と今このね、夜今6時半なんですけども、今から飛行機乗って9時前ですわ、北海道着くのからちょっと人とですね、札幌市内の方で会食の予定がありまして、で、明日と明後日ちょっと暇なんですよ。なので、ちょっと疲れた体を癒しにですね、今回北海道の然別湖ってご存知ですかね、然別湖温泉に行こうと思っています。なので、ちょっとね、つかの間の休暇みたいな感じの動画をね、ちょっと今回撮っていけたらいいかなというふうに思っています。とりあえず今回飛行機とかに関してはめちゃくちゃ軽く撮るぐらいなんで、詳しく撮らないですけど、まずね、今、関西空港にいるんですけど、関空19時発の ANA を使って、北海道の新千歳空港に向かいます。久々のですね、国内旅行ということで、ちょっと今回テンションが上がっております。日本滞在も3日しかないんですけども、ちょっと今天気がだんだん悪くなってきてるんですけどね、大阪、とりあえず今から大阪脱出して北海道新千歳に行くんで、涼しいことを祈りましょう。このガラパゴスの方来てね、行きます。また3日後ね、すぐ出国なんで、ちょっとバタバタしててね、今日はちょっと、人と会ってね、ご飯食べるだけなんですけども、さっとね、関空から千歳に向かいます。もう飛行機の動画はね、関空千歳っていうのを何度かやってると思うので、もう撮らないで簡単にサクッとやっていきたいと思います。国内線のチェックインカウンターの方に来ているんですが、空いてはいるけど、今日飛行機自体は結構混んでるんですよね。今回の札幌新千歳行きの19時発なんですが、通席プレミアムクラスどっちも三角になってますね。多分ほぼ満席です。一応普通席ね、窓が取れずに今回通路側でね行くことになります。ちょっと今回荷物預けよう、リュック重いんでね、プレミアムチェックインカウンターでサクッと預けて行っちゃいます。もうゲート前すぐ行きます。もう時間ないんで、もう今30分なんで、荷物も預けてね、タグも発行してもらいました。めちゃくちゃ身軽ですわ。ではもう行きましょう。もう27分ですからね、ボーディングが明日も40分とかだと思うので、もうサクッと保安検査抜けて、もう今日ボテ順なしです。このままゲート前に向かいます。2時間ぐらいのフライトで微妙に長いんだけど、機内ではちょっとやらないといけないタスク溜まってるんで、あっという間でしょう。26番ゲート前に来たんですが、どうやらですね、札幌新千歳行き出発が30分遅れるみたいです。ちょっと困るんだけどね、待ち合わせ時間もあるんですけど、なんとか耐えでしょう、どっちみちね、会食するのに夜9時集合っていうのもなかなかだと思うんだけど、千歳にね迎えに来てくれるんですけども、いいや、ちょっと連絡だけしといて待ちます。お手順行きたいけど、食べちゃうと多分持たないんで、胃が我慢して待ちます。ほんと誘惑に弱いよね、やっぱ来ちゃったわ。お手順なんやかんやです。ちょっと控えめにしとこう。間違えた、枝豆いらない、もうそんなにね、3400円分食べれるんですけど、いいや、でも久しぶりの日本食なんだよね。間違えた、あとで消そう。海鮮チラシうまそう、これもうまいんだけどね。これいいね、これにしよう。これで3036円分だわ。はい、さすがに海鮮チラシとなるとね、結構時間かかりましたけどね、なんとか提供されました。マグロ、サーモンと、あとネギ取ろうかな、たくさん売っていいね。あとオレンジジュース、醤油、うまそう。2500円ですからね、これ海鮮チラシ結構いい値段するよ。結局ね、さらに遅延は伸びまして、19時45分発になります。ボーイング737のダッシュ800、飛行機ね到着遅れだそうです。もう間もなくね搭乗開始なんで乗っていきます。一応ね、非常口それて通路側になります。多分真ん中空席なんじゃないかな、だと思う。残り3席ぐらいはあるはずなんで、真ん中は空席になってたはずです。では乗りましょう。てなわけで優先搭乗で機内入りました。今回15列目の非常口になります。もう窓側取れなかったんで C 席ですね、通路側です。多分真ん中はブロックかかってると思うので、快適に行けるんじゃないかな。もう安定のボーイング737のダッシュ800ですね。スカイインテリア仕様とかそういったやつではないので、古いタイプの737です。足元にね USB ポートだけついてました。お、ちょうど奥ハワイアン航空とかいるね、日本航空787かな。手前はタイガーエアですね。てなわけでドア閉まりましたね。客層なんだけど、ほとんどが学生みたいな感じの子ばっかりです。若い子いっぱい乗ってるわ。で、多分ほぼ全員が旅行客って感じかな。ということでドアクローズ、19時41分ですね。急いで滑走路に向かって離陸していきます。
局ね、隣空席でした。皆様、ドアが閉まりました。 ANA 結構久々、ムンバイから成田に帰った時以来かな。関空混雑で8時5分までかかりました。まもなく離陸です。売れてるんで、ドリンクサービスも結構時間かかりました。てかまだアイスコーヒーあるんだね。ありがたいです。意外と千歳遠いよね。すでに1時間ぐらい経ってるんだけど、あとまだ50分ぐらいねかかります。今時間は9時5分です。空港に着陸いたしました。今日は皆様の出発並びに到着が定刻を大幅に遅れ、ご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。お急ぎのところ大変恐れ入りますが、ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったまま。札幌新千歳空港着きました。タレマの時間で午後10時ということでですね、1時間ぐらい遅れての到着になりました。それよりも新千歳空港が涼しすぎてやばい。めちゃくちゃ涼しいやん。すげえ、やっぱ北海道いいな。ちょっと半袖やったら肌寒いぐらいですもんね。よく南半球からわざわざ帰ってきたんだけど、全然南半球よりも北海道の方が涼しい。ちょっと悔しいな、せっかく冬に行ってたのに。まあ冬といってもね、エクアドルだったんで、ほぼ赤道ですから結構暖かいとこだったんですけどもね。いや、いいわ、最高だねこの時期の札幌。まだ雪ももちろん降ってないし、いや北海道来てよかった。はい、ということで本日はですね、この後予定あるんで、また明日ですね、札幌駅から動画始めていこうかなと思います。今日札幌の方、市内の、ね、方に泊まるんですけども、明日朝のね、札幌からの特急列車に乗って、しかりべつこに関しては新徳、こちらが最寄り駅なんですよね、関所線の。なのでそちらまで特急列車使おうと思ってるんで、またそこからね、動画スタートしていきたいなと思います。はい、ということで今日はこの辺で切ります。おはようございます。 JR 北海道の札幌駅にやってきました。本日なんですが、10時45分発の、ね、特急列車に乗ります。十勝3号帯広行きかな、関所線の特急です。普段ね、特急はるかとか成田エクスプレス、あとサンライズ、この3つの特急はしょっちゅう乗るんだけども、久しぶりですわ、なんか空港特急とか寝台特急以外の普通のね、在来線特急に乗るっていうのは。あれ来てる、あ、これかな、あ、これだ、十勝3号だ、帯広行き。これで新徳まで向かいます。10時45分ですね。2時間ぐらいかかります。今日ね、普通車にしようと思ってたんだけども、ほぼ満席だったんですよ。なのでちょっとグリーン車にしました。グリーン料金、特急料金5000円かな。SIM カップ、トマムで新徳ですね。2時間と10分ぐらいで着きます。新
グリーン車は1号車ですね。北海道の特急の車両の種類っていうのもどんどん少なくなっていき、最近はもうこのキハ261系が主力になりましたよね。北斗とか大空、十勝で使われているのは全てこのキハ261系と呼ばれる車両です。グリーン車は先頭1号車、十勝号4両で運転みたいです。久々の261系乗りましょう。グリーン車はこんな感じです。1プラス2で全室グリーンですね。革張りのシートなんでちょっと外れだな。布張りと革張りのグリーン車2つあるんだけど、今回外れの革張りになります。布張りの方が好きですね。今回1人掛け取ってます。グリーン車もほぼ満席です。座席の方に着きました。3列グリーンですね。今回は1人掛けの A 席になりますね。4番の A です。まあ、グリーン車ということで、ね、かなり広々しています。コンセントもついてますし、ただこれコンセントね窓側についてるんですよ。なので通路側の人はちょっと使いにくいかもしれない、2人掛けの方のね。石川線の特急久しぶりだ。2時間ですからね、地味に時間かかるよね。大阪から名古屋の近鉄名阪特急と同じぐらいの所要時間です。あ、そっか、全車指定になったんだ、石川線の特急も。所要時間もそこそこ長いんでね、駅弁買いましたよ。この北海道周遊おにぎり弁当、これね、一番前の掛け紙、今日は北斗になってる。一応店に並んでるやつだと特急大空だったんですよね。まあいいや、別に何でも。おにぎり弁当1200円ぐらいしたかな。おにぎりがでかいの2つ入ってる。うまそうだね、いいね駅弁。久しぶりだ駅弁買ったのも。もう間もなく出発するみたい。10時45分札幌駅出発しました。ちょっと窓が汚れてるね。北海道新幹線の工事もしてるね。これ多分その関係よね、上は。自動車の走り。しばらく函館本線とね、福福線です。列車は南千歳を出発しました。千歳線とはここでお別れ。この先は石川線に入ります。南千歳から先ね、満席です。真ん中の線路はあれかな、新千歳空港に行く線路ですね。昔は南千歳がね、空港でしたからね、空港の最寄り駅。
まあ、この先で函館方面に行く線路とも分かれます。室蘭線です。室蘭本線ですね。ちなみに、まあ、今から行くね叱別湖なんですが、今回泊まるのは叱別湖温泉っていうね宿に泊まります。確かね叱別湖温泉はね1軒しか宿なかったんですよ。今回そこに宿泊するんですけど、あの新徳にね車で迎えに来てくれるみたい。新徳から車で1時間ぐらいかかるんですけど、なんか2日か3日前までの電話予約で送迎もやってくれるみたいなんですよね。なので ちゃんとねあのロサンゼルスにいたんだけど電話してあの送迎をお願いしています。この特急列車の時間に合わせて迎えに来てくれるんで、12時53分に新徳着くんですけど、多分車で待機してくれてると思います。青空出てきてる。単線ですからね、木々がすごい迫ってきています。札幌駅を出発して2時間が経過しています。若干ですね対向列車の遅れの影響で遅れているんですけども、もうあと5分ほどで新徳に到着します。札幌周辺はね結構曇ってたんだけど、やっぱ山を越えてきてるんで天気もコロコロ変わり、青空が広がっています。北海道の特急はねお日様の日がすごいいい感じで当たるんで、窓もでかいからね眠たくなるのよね。まああれ見てても結構寝てる人が多いです。結構赤松線はトンネルが多いですね。なので電波もねところどころ通じなくなることも結構多いんですけども、まあ、でも北海道の特急に乗ってるなとは思えるので、これはこれで全然いいと思います。ソロ墓地新徳に着きます。というわけで列車新徳着きました。札幌から2時間と少々ですね。もうすぐに出発するんで見送りましょう。あ、H100系や。久しぶりに見たな。もうなんかどんどんとあれに置き換えられますもんね、今後ね、北海道の列車っていうのも。で、多分ね、外に迎えの人来てくれてると思うんで、このまま改札出て外行きましょう。新徳で降りたの久しぶりだな。めちゃくちゃ適温。風もちょっと置いてね、心地いいですね。今の北海道いいね。新徳、この国鉄式の駅名標も良きです。ここからね車で1時間かかるんで、まだこれは結構遠いですよ。改札出ました。ホテルのねスタッフの方は迎えに来てくれてるんで、もうそのままね車に乗り換えて送ってもらいます。今まだ1時なんですけども、チェックインできるのかな1時間です。2時ですよ着くの。一応ねチェックイン開始確か昼の3時だったんだけど、できるのかな。でも多分できるよね、さすがに。待っとけとかって言われることはないと思う。では行きましょう。僕一人みたいです。やった。
ました。はい、ありがとうございます。チェックインが完了しました。もうね、チェックインできたんでありがたいです。505号室ですね。さて、部屋なんですが、まあ一人で泊まるお部屋ですけど、今回和室になります。一応ね、旅館じゃなくてホテルなんですよね。これすごくないですか。目の前しかり別子です。しかり別子ね、ここ着くギリギリまでほとんど見えなかったんだけども、最後の方ね、車から見ることもできましたけども、北海道で最もね、標高の高い地にある湖ということで、このホテルほとんどの部屋っていうか、多分全部の部屋なのかな、もしかしたら。しかり別子見ることできるみたい、部屋から。これがね、かなり売りなんですよね。てか、しかり別子の湖畔にある唯一のホテルなのかな。すげえ、めっちゃでかいし、めっちゃ綺麗じゃん。わあ、いいねこれ。あー、もう最高だわ、すげえ。ちょっとね、窓は若干汚れてたりするんですけど、山も目の前にあって、青空もいいね、素晴らしい、綺麗、最高。いや、やっぱね、海外が続いてるとね、ずっとホテルばっかりなんで、こういう畳のね、なんか旅館っぽい和室っていうのはすごいありがたいです。うん、で、まあ、いろいろと置かれてますが、あの、まあ旅館とかではないので、一応ホテルなんでね、あのよくあるクッキーとか、なんかああいうお菓子みたいなのは特にないですね。で、ここもちろんあの温泉もあって、夜通し入れるみたい、15時から。最高じゃないですか、今14時ですけどもね。これでね、一泊、夕食、朝食付きで2万6000かな、どれぐらいだったかな。でも安いと思う、普通に。てか、もう新徳から1時間かかるんですよ、片道。この送迎だけでね、普通タクシー使うとめっちゃ高いじゃないですか。一応バスもあるみたいなんだけど、まあ、今回僕はね、送迎の方を選択してる。それはもちろん送迎無料で選択できるんだったらね、そっちの方がいいと思います。で、なんかあの、遊覧船があるみたいなんですよね。これ行こうかな。レイク、シカリベツ湖。シカリベツ湖の、なんか、遊覧船、このなんかね、湖に沈む線路とか、これ見に行けるのかな、あの千と千尋で出てくるよね、あれのモデルとなった場所みたいなんだけども、この下に船が止まってるんですけど、この船かな、うん、なんか14時半とかに出航する船があるみたいなんで、それ乗ってちょっとね、遊覧船乗ってみようと思います。大人一人1100円ですけど、せっかく来たんでね。ちゃんとお菓子置いてあったわ。なんかシカリベツ湖とか十勝名産甘納豆だって。納豆なんだ、食べたことない、うまそう。後でね、ちょっといただこうと思います。今回僕が宿泊してるのがこちらですね、しかり別湖湖畔の温泉ホテル、ホテル風水、全室やっぱレイクビューらしい、うん、目の前にね、しかり別湖広がるんですけども、で、ここにね、ホテル福原っていうのがあるんですけど、これどうやらなんか2017年に閉館してるみたいですね。昔は2つあったんだ、ホテル福原。でもまだ建物はそのまま残ってる。で、この目の前のしかり別湖ネイチャーセンターは今でも普通に営業している。観光トイレって書いてるけど、右の方に、まあ、いわゆる道の駅的な存在でもあるみたいだね、うん、で、ああいったところでね、湖眺めながらっていうのもいいと思うし、遊覧船はあれかな、切符買って乗ってみようか。14時半にあるみたいなんで、ちょっとそれ乗ってみましょう。暇なんでね、もうこれ以外にすることないんで、何もないし、この辺あの茶色いね、コテージみたいなところで切符買うことできます。大雪山国立公園しかり別湖、鹿追町でいいのかな。で、足湯もあるみたい、これ無料で入れるみたいですよ。わあ、すげえ、ちゃんと湧いてるわ。てか普通にね、結構寒い。今半袖なんですけども、半袖だとちょっと肌寒いわ。風も結構強いんでね。てなわけで乗船したわけなんですが、おそらく多分貸し切りになりそうな気がする。まあ今日平日ですからね。平日はまあそれ埋まらんよね、さすがにって感じ。ただ今日ね、僕の泊まるこのホテル風水に関してはほぼ満室、もう予約の段階で残り数部屋ってなってたんで、お客さん来ると思うんだけどね。よいしょ。お、いいね、結構いいじゃん。うん、上にも窓があるんでいい感じの構造です。もうあと5分ぐらいだと思うんだけど、なんかめちゃくちゃ風強いんだけど、大丈夫なんですかね。わかる、この風の音。結局ね、貸し切りではなかったですね。結局ですね、乗客3人だけ乗せて船は出航しました。しかり別湖。皆様、本日は神秘の湖しかり別湖の観光遊覧船をご利用いただき誠にありがとうございます。これより湖上をご遊覧いただきます間、湖のことなどご案内させていただきます。
ただきます。やった、これ案内してくれるのめっちゃ助かる。シカリネスコは北海道の屋根、大雪山国立公園の中にあります唯一の自然湖でございます。またこの地域一帯は特に貴重な自然が残されていると認められ、国の特別自然保護地域の指定を受け、自然環境そして動植物の保護区ともなっております。シカリベツ湖は湖面で海抜およそ800メートルの地点にあり、北海道一高いところにある湖で、その昔火山の爆発によって生まれた関止め湖でございます。ご覧いただいておりますように、周囲は白雲山、綿棒山、遠望山、ペトットル山などの山々に囲まれた周囲およそ16キロ、その水深はおよそ100メートルのすり鉢状の湖でございます。前方右手の山が白雲山、左手が遠望山でございます。白雲山は一日中雲が湧き流れるところから名付けられました。また天保山は別名唇山と呼ばれ、これね、確かに唇っぽいわ、しらじらとボテッとしてるね。月の夕べに湖面に映る姿はさながら人の唇そのものであり、誰言うとなく唇山と呼ばれるようになったのでございます。皆様、遊覧船の前方右手、白雲山と展望山の出会いに登山口がございます。この2つの山は初心者の方でもおよそ1時間半ほどで登ることができますので、毎年たくさんの方が大自然の息吹を肌に感じつつ登山されております。この2つの山をはじめ、シカリベツ湖周辺の山々は自然が太古の姿そのままに守られており、貴重な高山植物がのびのびと育っております。白山シャクナゲ、ガンコウラン、エゾイソツツジ、ムラサキツツジ、それにダケカンパ、エゾマツの樹林など、汗しつつ登る私たちの海を楽しませてくれます。白雲山の頂上に達しますと、原始林に囲まれた紺碧の湖水が眼下に広げ、美しく輝くさざ波は時によってはさながら真珠を散りばめたようでございます。北方にはニペソツ、トムラウシなどの大雪の山々がそびえ、時には阿寒の山々が幻のように浮かび上がります。一方、南へ目を転じますと、広々とした十勝平野の彼方に日高の連山が果てしなく続き、太平洋へと開ける眺めはまさに天下の絶景でございます。これホテル風水ね。まあ、思ってた以上にでかいな。画面の左の方に小さい鳥居が見えると思うんですけども、あれね、弁天島だそうで、湖の守り神白蛇姫が祀られてるみたい。なんか白蛇姫祭りっていうのが7月に行われるみたいなんだけど、それの会場らしい。風が強い。をご紹介いたしましょう。鹿追の地名はアイヌ語でクテクウシ、鹿を追い込んで捕まえるところという意味から付けられました。先住民であるアイヌの人たちがこの地に住んでいた大昔のことでございます。土地には巨木が鬱蒼と茂り、ヒグマ、エゾシカ、キツネ、タヌキらの動物が住み、川にはヤマメなどの魚が群れ、秋には鮭が産卵のためにシカリベツ川を泳ぎ、
人間はサケの群れを渡って歩けるほどでありました。山にはブドウ、コクワなどが実り、アイヌの人たちは恵まれた不自由のない暮らしをしていたのでございます。ところがある年のことでした。春は来て夏になるというのに、冬の芝では少しも緩まず寒い日が続き、やがて秋が近づいても冷たい雨が降り続くのでした。いつもの狩り場である野山には動物たちの姿もなく、川にもあれほどいた魚は少しもいないのです。アイヌの人たちは寒さと飢えに打ち引きしなれ、宗教を中心に相談を捨て、その力ではどうすることもできず、神に祈ることになりました。三日三晩、古壇の人たちは老いも若くも祭壇の前にひざまずき、必死に祈り続けたのです。そして疲れ果てて倒れるように眠りこけた時でした。宗長の夢枕に美しい女神が白蛇を伴って現れたのです。それが白蛇姫ってことね。ホテルの方に戻ってきました。結局ね、この遊覧船では足利別湖の湖底にある線路を見れないみたいですね。ちなみになぜ線路があるかというと、鉄道とかじゃないです。冬になるとね、凍結するわけですけども、まあ、この遊覧船ももちろん凍結したらね、航行できないじゃないですか。なので冬に関しては陸に上げるみたいなんですけども、その時に使うみたい。なのでこの然別湖にある湖底のレールっていうのは、この今乗ってる船をね、陸に上げるために存在するんですよね。金子藤太先生の初夏の月、花地で唇山、それがあの千と千尋で、ね、湖の中に線路が引かれてるっていう様子があるんですけども、ホテル横の道沿いには大雪山国立公園指定の恩人で、ここからね撮られたみたい、林宝州顕彰碑が建立されております。ということで着きました。25分あっという間でしたね。ご案内申し上げております間に、船はホテル前に到着でございます。本日はご乗船誠にありがとうございます。戻ってきました。いや、よかったね。1100円ですけども、価値はあったと思います。ちなみにこれ温泉ですね。左が露天風呂になってると思うんですけども、レイクビューのお風呂になります。これ内風呂かな。男と女でもちろん分かれてます。混浴ではないですから、はい、温泉も楽しみなんです。本当山道の中にポツンとね建物があるといったような感じで、これ然別湖ホテル福原ですね。さっきも言いましたが2017年に閉業したみたい。結構綺麗だよね。いろいろと調べるとなんか心霊スポットとか出てきたりするんだけども、まあ別にそんなことないでしょ、うん、原型も普通に留めてるし結構綺麗よね。和室だ。ここのホテルも昔はレイクビューだったんでしょうね。ここからちょっと一つね、顔を覗いたりするとちょっと怖いですけど、ではもう3時なんで部屋戻ろうか。温泉でも入りましょう。ゆっくりしたいです。部屋の方戻りました。今日なんですけども、あの今入り口のところに書いてたんですけどもね、2つの高校のなんかソフトテニス部の高校生たちが団体で宿泊するみたいです。なのでちょっとお風呂早めに行っとこうか。まあ、もちろん高校生たちは多分自由に風呂とかも入れないと思うんですよ。多分先生とのなんかルールみたいなのあるじゃないですか、ああいう団体旅行の時って。なのでまあ夜中とか行ってね、鉢合わせすることとかないと思うけども、まあ、多分人数も多いと思うんで、今のうちに行っとこうか。まだあっちゃんもチェックインされてないと思うんで行っとこう。ちなみにね、今日晩ご飯ね、部屋食じゃないんですよね。部屋食の方にしといてよかったな。プラス5000円すれば部屋食のね食事だったんだけども、量結構多そうだったんでワンランク下げたんですよね。うん、3ランクぐらいあって、ワンツースリーとあって真ん中ランクにしたんだけども、それだと部屋食じゃなくてあのレストランで食事なんですけどもね、多分にぎやかだよね、静かに食べれないような気がする。まあまあいいや。ということで唇山も見えるけど、やっぱ部屋からの眺めが一番いいかもしれない。うん、贅沢ですね。はい、ということで今3時なんですけども、風呂入って、食事に備えようかな。食事6時半にしてるんで、まあ、あと3時間ぐらいあるんですけども、ちょっとのんびりゴロゴロとねしようと思ってます。あれからですね、だいぶ時間は経ちまして、温泉も入ってきて今から夕食です。このレイクビューのレストランでね食べることになっています。よし、では行きましょう。腹減った。こちらがですね、夕食だったんですが、風水御膳というやつですね。めちゃくちゃ豪華じゃないですか。小鉢もね、かなり種類多くて、卵豆腐とかもね、ありました。久しぶりに卵豆腐食べたんですけど、うまいですね。で、あとは煮物だったり、これメインは豚のしゃぶしゃぶになります。これ全部もちろんね、北海道の
ものを使ってるんですけども、この右奥のやつ、これね、オショロコマっていうこの辺で生息している、まあ、一応絶滅危惧種に認定されている魚なんですけども、もちろん食べるのは別に問題ないんですよ。の塩焼きでした。骨もねほとんど入ってなくてめちゃくちゃ美味しくいただきました。初めて食べたけどね、まあ、イワナっぽい味ですね、うん、であとお作りとね、かなり豪華な夕ご飯いただきました。久しぶりにねこんなしっかりとした日本食がっつり食べたんで、いやもう感動しましたね。やっぱ日本は飯がうまい、うん、デザートはちなみに牛乳アイスだったんですけどね、量もちょうど良くてね、大変満足です。というわけでですね、夕食食べてきました。いやお腹いっぱいですわ、腹いっぱいで大満足です。あのね、川魚、絶滅危惧種ですからね、まあ、イワナっぽい味ではあったんですけども、まあ、非常に美味しくて食べれてよかったなというふうに思います。ただですね、まだ8時前なんですけども、まあ、これからもう一回温泉入りに行って、まあ、今日はちょっと夜 YouTube ライブもしようかなと思ってるんですけども、ちょっとそれ以外にもね、ちょっと航空券とかいろいろ買わないといけないやつとかでもあったりするので、まあ、そういった作業をしながらね、もうゆっくりと過ごそうかなと思います。まあ、一人でこの部屋本当に広くてね、いいっす。はい、でまた明日もね、朝食バイキングということで、また明日ね、動画撮れたらと思います。真っ暗です、当たり前ですけど夜なんで、唇山はまた明日ね、見えると思いますけども、まあ、今日はゆっくりと過ごします。いや、いいね、久しぶりの日本の温泉旅館、最高です。ではおはようございます、朝になっています。今日朝ね、5時ぐらいに1回目覚めたんですよね。っていうのも太陽がこっちから昇ってくるので冷房を消して寝てたんですけどね、部屋がめちゃくちゃ温まっちまって暑くて目覚めたって感じですね。はい、ということでおはようございます。目の前に、ね、唇山見えてますが、今日もいい天気ですけど、この後北海道雨降るみたい、まあ、夜かららしいので、まあ、僕出てからなんで、もう今日北海道出て東京戻るんで別に問題はないんですけどもね、今から朝食食べに行きましょう。ちなみに温泉ももう今入ってきました。僕一人だと温泉超長くて1時間ぐらい入るんだけども、1時間ぐらいね朝風呂入ってきたんですけど、もう体ポカポカです。よし、では飯食いに行きましょう。バイキングですね、もう今8時ですからね朝。いや、ほんとゆっくりできてよかった。朝食もですね、1階じゃないわ、3階か、レイクビューのレストランでいただきます。もうこの時間結構空いてて良きですわ。もう今8時20分ですからね。8時半までに入って9時閉店だったかな。はい、ということで、まあバイキングなんで軽く取ってきましたけども、なんかそんなにね、めちゃくちゃ珍しいものがあるかって言われると特になくって感じですね。まあ月並みなバイキングメニューです。まあ十分です、朝からね。うまそう。ご飯がめっちゃうまそうだった。カレーとかもありましたよ。あと山がゆとかね。ちょっと野菜もね、日本にいる間はちょっとしっかりとっておきます。あと納豆にコーンスープ、野菜ジュースとリンゴジュースですね。な感じです。うまそう。朝食食べ終えて外出てきたんですが、外めちゃくちゃ涼しい。部屋暑いんだけどね、外出ると風も吹いてて気持ちいいですわ。はい、ということでこの後ですね、午前9時かなに僕はチェックアウトして、またね新徳駅の方まで送ってもらうことになっています。で、まあ、その後はまたね、新千歳空港の方に戻りまして、また東京戻るだけなんで、まあ、今回の動画ね、この辺で終わろうかなというふうに思います。まあ、今回ですね、まあ、ほぼ、なんていうの、直前に決めた弾丸旅行ではあったんですけども、前からね、一度来てみたかったこの然別湖、大雪山国立公園ですね、来れてよかったなと思います。もう温泉もね、気持ちよかったし、飯もうまかったしね、よきよき。何よりも、もう温度がね、すごい僕にとって最高の適温なんで、それがいいですわ。この後雨降るみたいですけども、なんとかね天気も午前中は持ってくれそうなんで助かります。はい、まあ、なかなかですね然別湖来られる方は少ないと思うんですけども、まあ、新徳まで行くとですね、送迎の車とかもあったり、あとバスも一応ね、あの帯広から出てるのかな、から出てるみたいなんで、まあ、一応公共交通機関だけでもね来ることはできるんで、もしよかったらね来てみてください。このホテル福原を立派に建てますけども、一応ね昨日ね、あの前行って見てみたら、なんか耐震工事中って書いてた。でもそれで2017年からずっとね音沙汰なしっていうのは、まあやっぱ閉館してるのかなって感じはしますよね。はい、まあそんな感じですけども、今回の動画はですねこの辺で終わりたいと思います。またこれで元気になったんでね、また明日出国なんですけどもね、また海外頑張っていこうと思います。ということで本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。久しぶりの国内動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。